今日は海外の学会での男女平等参画の取り組みと日本の研究皮膚科学会のダイバーシティ委員会の活動内容とその成果についてお話をしたいと思います。まずこちらの論文をご覧ください。これは皮膚科領域の質の高い雑誌に掲載された論文の著者の男女比を2008年1月から2017年5月に掲載された文で調べたものです。 その結果、女性は全著者の43%、筆頭著者の50.2%、最後の著者、ラストオーサーと言われるものですけれども、それの33.1%であったということで、皮膚科以外の領域よりも著者が多いし、年々良くなっているという結果が得られました。しかし、かこのの論文の ディスカッションのとととこころで国によってて差ががあることが判明ししたた書かれておりましたそれはどういうことかと言いますとこれが国別の女性の著者の割合なんですけれども例えば上から2段目のフィンランドは最も高くて女性の著者の割合は66.7%でしたそれに比べますとここに挙げた国の中で最下位はどこだったかというと日本でした そしてその日本の著者の中での男女比を見てみると日本では女性が著者である割合は25.3%と著しく低いということが分かりましたそしてこの研究のディスカッションのところで著者らは何て書いているかというと国によって差がある理由は法的な違いというよりも社会文化的な周囲環境によるものだろう 例えば日本は、家父長性と伝統的な性別役割分業が強い特徴があると述べていたのです。海外の著者にとって日本はこのような特徴があるというふうに取られているということが分かりました。どうしてこのような日本と海外との差ができてしまったのかと言いますと、その一つには、海外では積極的に 学術分野でも女性の活躍を支援する動きが早くからなされていたということが挙げられると思います。例えば皮膚科領域でも研究を主にやる学会である SID ・ Society for Investigative d e r m a t o l o g y という学会があるんですが、これには2017年に Committee on Diversity and Inclusion というのが設立されました。ここれはのの時の 年次大会2017年の年次大会のプレジデントがここにある女性のアンジェラ・クリスチアーノという先生だったということにもあのその理由があります。要するに学会の回答も女性がやることが特に珍しいことではなくなってきており女性やあるいはいろんな人種の方が活躍できるようにしようとそういう取り組みが積極的になされているわけです。この時の時学会では 大きな会場を使ってビルディング・ティーム・サイエンス・クリエイティング・カルチャー・オブ・ダイバーシティ・アンド・インクルージョンというセッションが設けられまして、ここに挙げたようなこの男女平等・三角女性の活躍推進で有名なカロライン・シマードさんをお呼びした講演などもなされて大変会場はにぎわっておりました。これは2018年の IID というインターナショナルインベスティギーティブダバトロジーの学会なんですけれども、この中でも広い部屋を使いまして、こちらに挙げた、プロモーティングダイバーシティインクルージョンと、そういうセッションが行われておりました。また、私が参加した2019年の学会、ゴードン・リサーチ・カンファレンスというのでも、 GRC パワーアワーという時間が設けられてまして、その中で女性が活躍していくことにどのようなことが障害となるのか、あの例えばここにリーキーパイプラインってありますけれども、後から少しお話しさせていただく、えキャリアの途中であの、えー、出世から漏れ出てしまう、そういう 女性がなかなか指導的立場に立てない理由の一つではないかというようなことが話されていました。ということで日本でもあのダイバーシティを、まあ、高めていかなくちゃいけないというふうに考えましてえ私は2017年に日本研究皮膚科学会にダイバーシティ委員会というものを設けていただけるように当時の理事長の佐藤慎一先生に掛け合って と,たところ、心よくあの了承いただいて、ね、こ,ういうこういう委員会を設立することができましたここに挙げたのは当時の委員です2017年から私が委員長を2019年まで務めておりました このダイバーシティ委員会の目的ですけれども、どういうふうに設置したかといいますと、日本研究皮膚科学会構成員のダイバーシティを向上させ、本会において多様な人材が活躍できるようにするための活動を行うと。具体的には性別、国籍、地域などによる格差をなくし、また皮膚科医以外の研究者や身体機能に何らかの配慮が必要なもの等も参加しやすい学会とするための活動等を含む。 いいう,うに設置たたしましまそもそも、まあ、私たちはその目の前の人をどういうふうに評価するかってあの考えた時にあのこの人は女性だとかこの人は若いとかこの人は背が高いとか、まあ、そういったような大,大きな括りであの判断するという傾向があるのは実は私たちの,あの遺伝子の中にすり込まれてるんじゃないかというふうにも言われています。 それはどういうのかっていうと、この人類が今まで生き延びてくるには、あの出会った相手がどういう人なのかっていうのを瞬時に判断してカテゴライズすることができないと、主として残ってこ,これなかったんではないかというふうに考えています。そこで出会った人が敵なのか、味方なのか、まあ、それを瞬時に判断するためにカテゴライズして判断するということです。 例えばここのイラストにあるように武器を持った大柄な人がいたらその人はこう敵であるという可能性が多い大きいとこの殺してしまって、まあ、その人の持ってる金品を持っていこうって、まあ、そういうような人かの可能性が高いということを瞬時に判断して逃げないと本当に攻撃されてしまうわけですよね一方、まあ、なんか笑って笑顔で手を広げているっていうような人に会った場合出会った場合はあのその人はおそらく危害を 加えようとしているのではななくて、こちらと有効的な関係を結ぼうととしているというふうに考えて近づいていくとお互いに何かあの物々交換であの食べ物が得られたりとか、まあ、そういったようないいことがあるんじゃないかそういうふうにカテゴライズして自分の経験自分や周りの人の経験からこういう人はこういうタイプだ あのこういう人はあの安全なタイプだとかっていうふうにカテゴライズすることができた人たちが生き残ってきたので私たちはついついあの自分の過去の経験に引きずられてあの目の前の人がどういう人なのかなっていうのを憶測しがちになってしまうんですよね。ということでその自分のパーソナルな経験がごく少数の人との付き合いに基づいたものだと。 あのどうしてもも偏ったものになりがちですしかしある集団の中であのいろんなタイプの、まあ、例えば女性なら女性がいると、えー、個々の能力この人は黄色い人この人は緑の人この人は青い人っていうふうにあの女性はこうだからとかっていうくくりではなくてその,その人個人個人の,あの慎重なタイプとか。 まあ、結構大胆なタイプとか緻密なタイプとかそういうふうにその個人の、えー、タイプが目に行ってあの仕事を振り分けようかどうしようかってそうそういうことのそういう判断の参考にあのすることができると思います。次に私が 日本研究皮膚科学会のダイバーシティ委員会の委員長として実際にどういうことを行ったのかをお話しさせていただきます。日本皮膚科学会の会員の中には一般会員とその上に評議員、そしてその上に理事がいます。でそのヒエラルキーの中の、えー、男女比を見てみますと、えー、一般会員の比率でいきますと、ここでは赤で示しているのが女性なんですけれども、 2016年、17年、18年とあの3年間見てみますが、ほとんど変わらないんですよね。一般会員の中に占める女性の割合は、ほぼ一貫して30%ぐらいです。ところが、表現員の割合を見てみますと、2016年には、 ししかありませんでしたそこで私たちはダイバーシティ委員会として評議員になれそうな資格のある方を全国から探し出しまして、えー、草の根的に候補になりそうな業績のある人を探し出しましてその方を評議員に推薦するというアクティブな活動をしまして2018年には18%まで増やすことができました。 ちなみに日本皮膚科学会ではどれくらいの女性の割合がになっているかと言いますと日本皮膚科学会における代議員は16.3%ということで麻酔科学会や病理学会に比べるとまだ低い値になっていますそしてその評議員の上にあった理事ですけれどもその理事の中に占める女性の割合は 2016年には12%でしたがこれも積極的に女性の理事を増やそうというそういう機運を高めまして2018年には22には上げることができましたちなみに日本皮膚科学会の中では2020年における女性の割合は11.1%ということで眼科学会や麻酔科学会よりも低い値となっています。 ということで、私が行った日本研究皮膚科学会のダイバーシティ委員会の活動内容と成果ですけれども、評議員の女性候補、女性,に女性の評議員候補を探し出して、それを積極的に推薦することによって、評議員の女性割合を増やすことができました。また、年次大会における基礎研究者によるセッションというものを設けていただいて、MD ではない、PhD も たたたくさん参加ししていいだけるるよううな学会にするということこができましたで私たちはこの2つの活動をして、さて次に何をしようかなというふうに考えていたときにですね、アメリカの,の SID ・アメリカの研究皮膚科学会の中のダイバーシティインクルージョンコミッティの方からですね、こういった論文が最近アクセプトされたよというお知らせをいただきました。 これはアジャードという一流雑誌にあの掲載が決まった論文なんですけれども、えこの著者らは、アメリカの大学に勤務している皮膚科医の業績の男女別の,あの違いがあるかどうかということを全国の大学の組織で調べたということでした。その結果はです、ね、基本的に業績に男女差はなかったと。 あの業績というのはある,年あるキャリア1年のキャリアに換算するとあのどれぐらいの論文業績を上げているかということなんですけれども基本的に男女差はなかったという結果でしたでこう,いうけあのこういう研究っていうのは日本ではあの行われていなかったんですよねそこで私たちは日本の、えー、皮膚科領域では全国の あの大学に属する、えー、皮膚科医の業績が男女差があるのかどうかということを調べることにしました。業績を調べるとどういうことが分かるかといいますと管理職についている女性が少ないあの理由少ない少ない原因のあのとしてあのこの2つがよく言われてるんですね1つはガラスの天井っていうのと1つは利、ま、益、あ、パイプライン漏れやすいパイプというのがあります。 こちらの図で示しますとあの向こう側のようにこう上に行くにつれて、まあ、男性が主体となっていくんですけれども途中にあの見えないガラスの天井っていうのがあると、えー、そのガラスの天井より下の,あの方たちはあのなかなか上に行けないとそれが女性だけが行けないということでしたら当然上の層には男性ばかりになってしまうんですけれども。 あのこの集団における業績を男女別で調べたときに、もし仮想にいる、えー、人たちの間にあの男、男女の間で全く業績に差がなければですね、女性だけが。 ガラスの天井によって昇進できないといととうことが想定されます一方、えー、こちらの右の方の図はですね、この昇進のこのパイプの中に途中にこう穴が開いて,いているようなイメージで、穴からこう女性がドロップアウトし,ドロップアウトしてくって、女性がドロップアウトしていくっていうようなこういう、こういう感じでドロップアウトしていくっていうようなイメージなんですけれども、あの女性が上に行けないのは、あのキャリアの途中で十分な、 あの業績を積めないのでこの出世の階段からあのドロッパーっして漏れ出してしまう、まあ、そういうようなイメージだろうと、えー、だ女性と男性の間に明らかな業績の差があれば、えー、と業績がないために昇進が妨げられているということが考えられるということが言えるのでガラスの天井なのか、えー、リー益パイプラインなのかどっちかということが業績を 男女別で比べることによって明らかにしていけるのではないかというふうに考えました。で、全国の100ある大学,病大学で働く助教以上の皮膚科医の業績を調査してみました。そうするとですね、実はガラスの展示はなかったと。 いうことが分かりましたすなわちどういうことかというと、アメリカでは男性と女性との間に業績はの差はなかったんですけれども、日本ではえ助教と講師の,あの職位にある、えー、皮膚科医の中では、男性の方が論文業績、英文の業績だけに限って調査しましたけれども、それが優位さを持って高いということが分かったんですよね。えそ,それはこちらの,あの論文で 発表しているんですけれども、少なくとも皮膚科領域においてはガラスの天井はなくてですね、あの女性だからといって能力があるにもかかわらず昇進できないというわけではなくて、えむしろフェアにあの業績のある方はちゃんと准教授、教授になっているという結果があの出てきました。であの、私たちのこの研究で明らかになったのは、 えー、こちらの図で示します、この右の図で示しますように、右の図で示しますように、准教授や教授になる前に、十分業績を積むことができなくて、そのキャリアの継続ができなくて、ドロップアウトしてしまうと、えー、といった大きな社会的損失が生まれているということが分かりました。すなわちここれから言えることは どうやったら女性の指導的立場にいる人を増やせるかっていいますとこの人たちが会の職位にいる間に十分な業績が積めるようにそういった支援が必要だそういった支援を行うことで上位の職位につく女性の割合を増やすことができるというようなあの結論を出すことができました。日本研究皮膚科学会ではこういった活動をその後もあの 続けけけているわけですけれども、まあ、政府が一生懸命、まあ、政府が掛け声をかけて男女平等参画を推進しろと女性の、えー、指導的立場にいる女性を増やそうというふうに言っていますけれどもこれをまあ一時のブームで終わらせてしまってはあの効果を上げることはできないということでこれをずっと継続して行うことが必要だと考えます。またそれを一度 こういうふうにしなさいって声をかけただけでは当然人間忘れやすいのでまた忙しくしているうちにあの女性をエンカレージするというのをすぐ忘れてしまうということもありますので反復してあの女性もキャリアを継続できるように支援しようとそういうふうな働きかけが重要だと思いますであのアンコンシャスバイアスあの意識していない性差バイアスっていうのありますよね私にももちろんあります えー、今までの経験からこういうタイプの人はこう,いう,だ,こうだよねこういうカテゴリーに属する人はまあ大体こうだよねっていうようなバイアスをどうしても持ってしまうんですよね人間がここまであの生存していくためにそうカテゴライズして瞬時に判断するっていうのは必要だったわけですからですのであの個人のでレベルでできる、まあ、アンコンシャスバイアス精査に関するバイアスっていうのを意識して排除していくと。 それからその組織内でも、まあ、そういうバイアス、偏見っていうものをなくさなくちゃいけないんだよ、あの探し出してなくすようにあ、あなたの今言ったその発言っていうのは、もしかしたらあの偏見なんではないのって、そういうことが指摘できるような、まあ、そういう環境作りというのが必要だというふうに考えています。これを繰り返していくことによってのみ、日本の中でいろんな方々、いろんな タイプの方、いろんな集団に属する方が、それぞれの能力を活かしながら活躍していける社会が実現できるのではないかというふうに考えています。ご視聴ありがとうございました。